はい、どうも。ですね、これね、話したか、ちょっとね、話したかどうかわかんないんですけど、安倍さんの国葬の、国葬をですね、電通さんに丸投げなんですね。で、電通さんが、そのお仕事を引き受けた金額がですね、36億何千万円らしくて、まあ、僕は簡単に37億って覚えるんですけど、そうですね。でですね、歴代の人のですね、国葬とか内閣葬とかですね、自民党葬みたいなの、そういうお葬式がですね、直近のところで中曽根さんでやってるんですけど、まあ、内閣と自民党で、葬儀あげたよっていうのがですね、費用的にですね、9000何百万らしいですね。で、安倍さんがですね、まあ、海外の要人をちょっと呼ぶとか呼ばないとかそういうところでちょっとあれですけど、2億とか3億でね、ある程度できて、なんかこう警備的なところである程度使うかもしれないですけど、37億はね、ちょっと高いと思って、その金額についてなんですけど、本当僕の考えだとですね、電通さんにですね、統一教会系のこと、なんか、印象操作とか、テレビ局を先導して抑えてねみたいな感じの依頼料がかなり入ってる気がしまして、まあ電通さんはまあその身内なんでしょうけどね、統一教会の方々からすれば、でどうしようかな、名称統一教会にしようか、家庭連合にしようか迷ってるんですけどね。ってとこで、はい、電通の安倍さんの国葬の37億円はですね、国民をこの金額で抑えてよっていうお金なのかなと思いました。37億で抑えられればね、安いもんですよ。はい、以上です。